皆さんこんにちは、幸です。前回までに IT 時代には英語は書く力が大事ということから、英語は遠心的な言語であり求心的な日本語をそのまま訳しても伝わりにくいというお話を、採用通知や支払いの催促メールなどを例に挙げてご紹介しました。で、今日はまとまった話でやってはいけない、しかし私たちがやりがちな知らず知らずのうちに話の腰を折るということについてお話をしたいと思います。今日初めて見てくださった方、私は1989年にニューヨークに来てコロンビア大学の大学院の修士を2つ終わり、博士課程を始める直前に作ったキッズスペースという参加型サイトがアメリカ、日本、ヨーロッパで表彰されたことをきっかけにして非営利団体を作り、でそれがリーマンショックで解体するまでを経験して、その経験を生かして今はウォールストリートの近くにオフィスを構えて別の非営利団体を運営しています。今年で31年になるニューヨーク生活、そこから学んだこと、考えたことを教育問題や時事問題に絡めて、情報発信していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。さて、今日は英語圏でまとまった話をする場合に、文章を作る時などにやってはいけないことをご説明します。それは話の腰を折る、途中で話を変えることです。私たちは知らず知らずのうちにそれをよくやりがちなんですね。で、理由はいくつかあります。もちろんこれまで動画を見てくださった方にはきっとピンとくるかもしれませんが、日本語は最後にどんでん返しができる言葉です。で、それを楽しむ文化もあります。文章もそうだし、まとまった話でも同じです。例えば起承転結、4コマ漫画ではこのスタイルがよく使われていますよね。ちょっとした小話や人前で話をするとき、挨拶をするとき、この方法はとても便利ですし、活用なさっている方が多いのではないでしょうか。起承転結はもともと起句、承句、転句、結句という漢詩のスタイルですね。問題を提起し、さらなる情報を与え、思いがけない展開があり、最後にオチをつけるというものですね。日本ではこのスタイルが一般の文章に使われることも多くて、話のまとめ方の一つと心を得て、多くの方が一度はこの形式にのっとって文章を書いたことがあるのではないでしょうか。で、点でいかに驚くような展開があるか、でそしてそれが、ああなるほどな、そういうことだったのかと頷けるような結になるか、その辺が大変面白いところですね。でもこれは話の腰を盛大に折るタイプのスタイルです。青いと思ってたらいきなり赤が来て、で最後に紫になって落ち着くみたいな感じですね。で、これと本当によく似たものに謎かけがあります。 A とかけて B と解く、その心はっていうものですよね。で、これは A と B がかけ離れていればいるほど、そのオチの C が楽しみで、うまくまとまるとものすごく面白いし、なるほどなって感心したり、大笑いをしたりすることができます。 A が起、 B が点、 C が結になりますね。結論を待たせて楽しむ、ここは、起承転結とまるで同じです。で、これらはですね、求心的な言語である日本語にぴったりのスタイルですし、小話やジョークとして驚かそう、笑わそう、気を待たせようと思うときには、日本だけでなく実は世界のどこでも共通に大受けします。でも論文とか報告、話し合いには向いていません。で、起承転結を土台にしてビジネスコミュニケーションをしようとすると、ちょっと何を言いたいのか相手になかなか伝わらなくて、無駄な時間が増えて印象も悪くなるかもしれません。一方、起承転結のような進め方が英語圏にないのではありません。それどころかそっくりのものがあります。で、それはドラマティックストラクチャーというものです。これを、カチカチ山でご説明します。最初のエクスポジションというところは提示部ですね。で、いつ、どこで、誰が、
などの基本情報を提示するところです。あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいて、良いウサギといたずらたぬきがいましたっていうところですね。で、次山を登っていくところ、ここはライジングアクションっていうところで、何がどのようにどうしたなどの発展的な情報を、提示する部分です。いたずらたぬきは、おばあさんにいたずらをしてひどい目に遭わせましたのところですね。で、クライマックスは全く違うタイプの情報がここで発言するターニングポイントですね。良いウサギは悪いタヌキを呼び出して火傷を負わせて復讐をしました。で、フォーリングアクションのところは、これは主人公と敵役との戦いとか問題、それがだんだん終わりに向かっていくところです。で、タヌキは泥舟に乗せられて沈んでしまいました。で、最後ですね、デニモンというところ、終局です。これは戦いや問題が完全に解決されて、まあ、不安がなくなるところですね。ウサギの仇討ちは終わって、おじいさんと一緒に喜びましたという感じです。で、この3のクライマックスがもちろん天にあたり、1、2からは想像できない展開となっています。ドラマティックストラクチャーではですね、この3の部分、特に主人公の弱さが暴露されたり、計画が失敗したり、窮地に立たされるとか、不安要素がこう入ってくる、で次に気を持たせるようになります。で、この形はですね、実はシェイクスピアから現代のテレビドラマ、映画まで幅広く使われています。もしあなたが短編小説を書きたいなと思っていたら、ちょっとこの形を頭に入れて書いてみるといいかもしれません。以上が、日本でよく使われる起承転結のお話で、それは英語圏にも似たものが、ドラマティックストラクチャーという似たものがあるけれど、まずストーリー性のないものには適用されないということで、それが話の腰を折ることになるので、ビジネスには不向きであるというお話でした。知らず知らずのうちにですね、話の腰を折ってしまうもう一つの理由、それは、私たちが結構頻繁に使う英語のフレーズです。2つご紹介します。 By the way、 ところでっていう言葉と、 To tell you the truth、 本当はっていう言葉です。で、これらは会話では特に制限はないですね。 By the way という言葉は話題をちょっと変えるときに頻繁に使いますよね。悪いわけじゃないです、悪い言葉じゃないです。でも、まとまった文章になると、こう真面目に話した人が不意にこう足を組んだり、ちょっとネクタイを振って緩めたりするみたいな、なんか話がカジュアルになる、でちょっとそこで途切れるみたいな感じがするんですね。 To tell you the truth っていうのは、もっとそんなもんじゃなくて、インパクトのある話の腰の折り方です。あなたには本当のこと言うけどねっていう感じですよね。じゃあ今まで聞いてきたことは何だったの、嘘だったので、建前と本音、その2本でビジネスの話をするわけっていうふうになりますね。で、日本では本当はね、実はね、こうなんだよって言うと、あなただけは特別ですよ、特別に打ち分けますよっていうニュアンスがあって、でそれだけ相手を信用してるっていうことになりますけれども、英語圏でこれを多用するとですね、いつもいつも本当のことは最後に言う人となって、信用されなくなるかもしれません。気をつけたいです。途中で言いたいことが変わる、でそれは遠心的な言語、英語を使う人とのちょっとかしこまったコミュニケーションでは避けるようにしましょう。もちろんそれをうまく利用して話を進める上級者もいます。で、まずはあまりやるべきでないことは取り除いていきましょう。今日この動画を見終わったら、この遠心的な話の順序を使って、例に出したカチカチ山か他の、昔話、あるいは映画のあらすじを、ドラマティックストラクチャーじゃなくて遠心的に話してみてください。これはもしかしたら慣れていない人の方が多いのではないでしょうか。時系列ではなくて、言いたいことをや総括をまず先に言って、そしてそれからそう思う理由をつけていく、そういう順序で、話してみてください。
この動画が面白かった、ポジティブに感じられたという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。いいねもコメントもとても励みになります。ご視聴ありがとうございました。今日もどうぞ良い一日をお過ごしください。